今回のビデオではバランストレーニングを皆さんにご紹介していきます。動きの中で瞬時にバランスをとっていきます。バランスとは軸を崩さないのと同時に崩れたバランスをすぐに戻すトレーニングも必要になってきます。そのためには最も強いと言われるパワーポジションを覚える必要があります。このように開閉ジャンプをしながら重心をすぐ取るようにトレーニングをしていきます。片足スクワットは両足スクワットに比べてバランスが非常に取りづらいです。自由度の高い股関節の使い方がポイントになってきます。また足首の弱い方も捻挫の予防になります。体幹を曲げず骨盤前傾を維持します。すべてのスポーツにおいて基本中の基本です。